株式会社農林漁業成長産業化支援機構は、農林漁業者の6次産業化事業を支援するために、設立された官民ファンドで、20年間の時限組織である。A-5 名の略称は、A=Agri、フォレストリー&フィッシャースフ=Fungi=Innovation部=Value、China=Expansionである。出資総額は、国300億円と、民間企業18億円。事業としては、一次産業の農林漁業者と二次産業、三次産業の事業者が連携した六次産業化事業体の経営支援をする。サブファンドの出資期間は最長15年間。各サブファンドは地域やテーマに沿った六次産業化案件の募集、発掘もする。2014年12月22日までに支援決定したサブファンドは51サブファンドである。相談総計は327件になる。6次産業化、地産地消法に基づく事業計画の認定累計件数は1976件となっている。2013年度中に全都道府県をカバーする約50のサブファンド設立を目標にしていた。ありがとうございます。